にちは、簡単 DIY マイチャンネルです。今日はですね、この、 換気扇のところを、おしゃれにしていきたいと思います。今は真っ黒な状態でペンキついちゃってるような感じなんですけど、これを煙突風にしていけたらおしゃれになるかなって思うので、100均のリメイクシートを使っておしゃれにしていきます。今回使うのはですね、この100均のリメイクシートなんですけど、これは、ブリッククッションシートっていう風に書いてます。で、これを、このスープタイルベースあるんですけど、これを開けていきます。これすごい人気みたいで、在庫がなくなっちゃってたりとかもするんですけど、ダイソーさんで取っといてもらって大量購入してきました。ダイソーさんの店員さんとはもう顔見知りになりました。じゃーん、こんな感じになってます。で、これを貼っつけていくんですけど、色をこれに今回つけたいと思いますので、スプレーしていく前に大きさをまずカットしちゃいたいと思っています。で、このシート、これは剥離紙剥がしシールって書いてます。で、これを角にこんな感じでつけて剥がしていきます。こんな感じでペロンってなるのでちょっとだけ剥がします。で、これをと他のシートもやっていきます。Thank you.
で、これを一回全部外していきます。で、外し終わったら全部塗装をかけていきます。これね、私はあの貼っ付けたままの状態で、この換気扇がある状態のままで、こういうことしましたが、あの外しちゃった方が多分楽だと思うので、外せる人はどんどん外してからやってみてください。私はね、めんどくさがりなんでつけたままにしました。で、塗装していきます。この色なんかほんとレンガっぽい感じですね。で、これを全体にかけていきます。あ、これ屋内で今やってるんですけど、あのよく換気してやってください。油性なので結構匂いもきついです。屋外でやることをおすすめします。あのそれだと掃除とかも楽だと思うので、まあ、シートついてます。で、これを全体にやっていきます。これね、近づけてやるとね、あのスプレーの無駄がなくなって節約につながるので、1箇所に集めてやっていきます。で、この時側面もちゃんとかかるように
あと仕上げやってきます。ここちょっとだけね違和感あると思うんですよね。生姜だとそうでもないように見えるかもしれないんですけど、ここをちょっと中に折り込む感じでクックッとね押さえて、ここねクックッて中に折り込む感じで切れ端を入れていきます。そうするとね、あの仕上がりもちょっとだけどちょっとの差が変わってくると思います。で、あとこの側面、ここちょっとね間空いちゃってるんですよ。だからそこにあの余ったやつ入れていきます。で、このわざと予備として置いといたやつ、これを隙間に合わせて切っていきます。そうすることでちょっと失敗しちゃったとことかも、ナチュラルにね直せるかなと思います。ただね、切っちゃうと側面が茶色じゃなくなっちゃうから、そこだけちょっとね残念なんです。していただけるとすごく嬉しいです。チャンネル登録よろしくお願いします。